自分たちで行う国づくり政党の神谷さん、今回もよろしししくお願いします、はい、お願願いいいまますすは神さん9月9日に、はい、超大規模な政治資金パーティーを行うということなんですが、はい、今回、このことについて詳しく教えていただけないでしょうか、はい、はい、分かりました、超大規模なと言っていただきましたけれども、東京ビッグサイトを借りてしまいまして。<laughs> <laughs> やりすすぎじゃないですか、はい、今まで一番大きかったのは横浜のパシフィコ横浜とかを借りたんですけどもビッグサイト詰めれば1万人入るというの入るんですけどまあそんな詰め込みませんが危ないんで <laughs>、はい、詰めませんがまあでも過去最大規模の会場を借りてですね参政、はいえー、党フェスという政治資金パーティーをやりたいと思います、うんうん、もう4回目なんですね去年の5月に意識改革サミットというのをやらせていただいて、はい、でその後と予宿パーティーと。 いいいうのをやらせていただいてでその次に今年は3月に春の晩祭りというのをやらせていただきましたそれぞれ目的がありまして最初の2つはもう参議院選挙の費用が足りないということでやらせてもらったんですけどもで春は挑戦ですねで今度は来たる衆議院選挙に向けてということになりまして 衆議院選挙、今のペースで行くと、120人、30人の候補者を出すということになってるんですが、お金がやっぱりあと1億円、2億円ぐらい足りないんですね。はい。はいで。僕、記者会見でもですね、足りないって言っちゃってですね、ええ、でそれはこのパーティーで何とか集めたいと思いますと。<laughs> スタッフに後で怒られたんですけど、はい。<laughs> 見通し立ってますってカメラさん言ってましたけど、このパーティー成功したいと見通し立ちませんよと。<laughs> <laughs> <laughs> はい何軽く言ってるんですかってですね財務省で怒られましてですね、うん、すいませんって <laughs> はい言ったんですけどまあど政治資金パーティーなので政治活動費を集めるためのパーティーということになりますなるほど資金パーティーなんですね、はい、また何かなんかいろいろと言われそうなはいまたお金を集めるのかと言われそうな、はい、お話なんですけれどもはいそうですね。 本当に、またサンセットはお金ばっかり集めると、い。うふうにですね、はい、よく叩かれるんですけども、えー、ただ、我々オープンにこうやって集めてるわけですよね。で、これをせずに、結局じゃあ個人で、候補者個人でお金集めてきなさいみたいなことになっちゃうと、いろいろやらかしちゃうわけですよ。今もね、賃金のほど差とかでありますよね。自民党議員さんがうんせんまんをもらってたとかですね。はい、ああいうことをしてもらっては困るんですね。うん、はい。だからもう我々オープンにしっかりとイベントをやって、 それで多くの皆さんに来ていただいて、で、もちろんお金もいただくんですけども、ちゃんと楽しんでもらおうと。 ということで、今回もまた7時間ぐらいやりますんで、はい。2万円の参加費ですけども、はい。1時間にしたらですね、1時間3000の講演会に参加したと思っていただければですね、うんうん、そんなにめちゃめちゃ法外なあれではないと。うん、他のね、政党の資金パーティー、僕も何回も行ったことありますけど、はい、大体2万円、3万円ぐらいで、で、最初の3、40分話聞いて、で、あとは会食、ホテルで会食みたいな、そういう感じですからね。で、話だって短いですから、そんなになんかアメリカだったなっていうことはなくて、 まあただただ、まあ、ちょっと講演会やりましたという体裁を整えるためのパーティーですけど、はい、我々は食事は一切出しません。その代わりイベントというか講演とかですねそういったものを詰め込むという形でもちろん学んでもらってでイベントなんで今回はですね 今までにないぐらいちゃんとイベント会社を入れて、<laughs> はい。初めてです、イベント会社入れたのは。<laughs> ちゃんとって語弊がないですか <laughs> すいません。いや、そ過去の人にしてです <laughs> はい、いや、過去はもう本当に予算が全然なかったので、でねはい、当のスタッフと、ちょっと外部の方に加わっていただいているんですけども、はい、まあ今回はあまりはっきりは言えませんが、もうかなり有名なイベントをやってる会社の方々の協力を得ていますので、照明とかいろんな演出とかですね、 これは過去最高のものになるということは自負しているんですけども、はいはい、なぜやるかというとただただお金出してくださいということではなくてやっぱり来て楽しんでもらいたいし学んでもらいたいんですよねで行ってよかったとあそこ行ってなんかすごい仲間ができたとかそういうふうなきっかけにしたいのでそこはね本当に堂々とというか2万円高いですけどけどその価値があったねというものにしようという気概で今回は本当にスタッフ一同気合を入れて準備してます。なるほど 今ですね通常のアーティストのコンサートでも、はい、まあ3時間あるかないかで大体、はい、1>, 1万円ぐらいですから、はいはい、そういった意味ではイベントとしては適切かなと思うんですがそれよりも何よりも、はい、やはり資本主義化における民主主義っていうのは、はい、お金がかかるそ,、ね、それをはっきり言って見せてるっていうのはすごく重要だと思うんですが。はいはい こちらはどうううななんんででしょうかいやそうなんですよでこれお金のことを曖昧にしていると、なんか裏にスポンサーいるんじゃないかとか、裏に宗教がついているんじゃないかというふうに、うん、僕らも散々言われたわけですよね。はい、でも、まあ、もうメディアでも僕はだからはっきり言うんですけど、いやどうやってお金集めているんですかって言ったら、投費と、だからこういった寄付、政治金パーティー、あと制度調整金ですと。うん、でも我々の財源はその3つなんですよね。はい、だから、一部物販とかもありますけど、それは金額はそんなにないので。 そこを明確にしておくことであとは、首相国籍で何に使いましたかとで今回はもう明確に選挙に使いますと次の衆議院選挙に使いますということなんでで綺麗じゃないですか誰がお金出してるか分かりやすいしどうやって集めてるか分かってで何に使ってるかもよく分かった、うん、はっきりしてるじゃないですか、はい、党員であったりとか応援してくださる人が集まってお金を出し合ってそれで運営してるんだっていうのはもう誰が見ても分かりやすいのでこれ多分こういうような活動をしないと当然ですね 神井さんどっか企業からもらいました、うん、とかどっかいろんな宗教の方からもらってますよね、はい、とか言われて。 もう仕方ないですすもんねね、うん、実際お金はかかかるわけですからそうでら、ねうん、やっぱり日本では我々のことをやってるのは賛成党しかないですけども、はい、でもアメリカの例なんか見ればですねやっぱりそういったイベント的なものをやってしっかり寄付いただいてっていうふうにやってるじゃないですか、はい、だからおそらく今は賛成党しかこういうやり方やってないですけどもいずれ5年10年経ったら他の党が追随してくると思うんで、うんはい、ああ賛成党が始めたよねと。 いう風にななるるることは僕は僕予見してるんですけどねなるほどねほちなみにですね、はい、どういったことで楽しませていただけるんでしょうか <laughs> 内容来ましたね、はい、はい、実はギリギリまでいろんな調整してるんで、はい、まだ発表できないところもあるんですけど、ええ、オープニングライブは今回、ヘブニーズさん、フルメンバーで来ていただいてですね、うんうん、やっていただけます。過去にもヘブニーズさんやっていただいたんですが、その時は予算も時間も合わなかったので、映像だけだったんですね、それでもかなり盛り上がったんですけど、今回はヘブニーズフルメンバーのライブですと。 いうことですね。それからですね。それがいきなりオープニングで始まるわけです、ね。オープニングで始まります。がっつりやります。はい。その後、いろんな細かいのはちょっと置いてきますけど。これ言っちゃうと、多分わかるんですけど、参政党にはですね、オペラ歌手がいるんですよ。プロの。<ー>はい、オペラ歌手による国家斉唱。なるほど。はい。<laughs> いいですね。はい。やっぱり本領発揮するっていうのはいいですよね。はい。いや、国家斉唱完全でいただいて良いんで。うん、はい。それからですね。 これもまだ登壇者ギリギリまで決められてないんですけど、他党の方に来ていただいて、他党、はいはい、ガチで議論しようかと。<あ>はい、ガチの議論、討論会ですね。討論会ですね我々あの、生放送の討論番組とか呼んでもらえないんで。じゃあもう自ルするだからもう自分たちの、まあだから来てくださるかどうかですね、参政党の政治資金パーティーに協力するような形になっちゃうんですよ他党の方がそうですね。 でも僕は、あの、逆に今回出ていただいた方には、その方の党のイベントがあったら僕も行こうと思ってんですよ。なるほど。はい。それはだから、もちろん賛成党の政治金パーティーなんだけども、政治を盛り上げて民主主義をみんなで盛り上げるっていうことは絶対大事で、もう最近のですね、知事選挙、この間埼玉知事選挙、昨日ですけど、終わりましたけど、20%台でしょ、投票率。はい、もうね、これダメですよ、これ。民主主義じゃない。こんなのは。うん。だからね、今ね、民主主義の危機だと思ってるんで、 俺は党が違うからとか言ってないで、とりあえず、その別に賛成と応援としてないんですよ。皆さんの党の主義主張をそこでバンバン言っていただいて、させたこここが違うよということであればね、それはそれで批判も受けて立とうと思ってるので、うん、そういったガチトークをですね、台本なしで、テーマお伝えしておきますけど、<laughs> 台本なしでやろうかなと。うん。受けてくれる相手の議員さんがすごいなって思ってしまうんすね。ですね。すねはい。うん、これはまだメンバー未定と。 いうことで政治家の皆さんが本当に本気で討論するっていう機会っていうのは実はないんですよね。はい、テレビとかの空間っていうのは全部台本があって作られてますので、はい、まるでそういうふうにやってるかのように見えますが、はい、全然違うっていうのが実態ですしやったとてあの編集が入ってそうじゃないように見せるっていうのが、はい、通常ですので、はい、そういうふうに、ね、討論して戦うっていうのはもうめったなことでは本当のことです。はい、考えええがが見見るる、うん、思いが見える、はい 言葉だけじゃなくて本当はこの人どういう風うな考え方でいるんだなっていうことが伝わる場面を経験するっていうのは大きいですよね、はいうん、そうですねだから他との方から、うん、賛成との子がおかしいみたいなこと言っていただこうと思ってるんですよ、えー、多分普段なかなか言えないと思うんでこっちから聞けば多分言ってくださると思うんで、はい そういうのも言っていただいてですね。<laughs> まあ。そんなところで言える政治家先生もすごいですけど。<laughs> はい、それを僕は何んか聞き出したいと思ます。<laughs> はい。もう言ってください先生 <laughs> 言っていただこうかなと思って。いや、でもね、大事なんですよ。うん、で、僕らも逆に聞かれれば、いや、ここは違うと思いますよと。だから違うから違う政党にしてるんで。<laughs> はい。うん。だ批判だけじゃなくて、やっぱり違いをね。 明確にしていくっていうことは、総務にとって僕はいいことだと思ってるので。そうですね。まあまあ多様性ですよね。そこに関して、ね、あのいろんな感じで、うん、あの意見はあるんだから、はい。それをやっぱり出し合うっていうのはすごい大切なことですよね。はい。うん、ですから、これがまあ、シークレット企画その1で、その2は、基調講演もですね。ちょっと待ってください。今、シークレット企画って。あ、そうか。あ,あ、そうですね。政治家の先生はまだ発表してないから、ね。そうそうそう、そういうことです。<laughs> そういうことです。<laughs> はい。はい、それから、基調講演の講師。これ、対談でいこうかと思ってるんですけど、 これもですね、あっと言わせるみんなが驚く方を来ていただこうと思っていて、うんはい、で、立場のある方々なので、多分事前に名前出せないと思うんですよ、ここ。はい、もう当日来るまでシークレットというふうな形にしてですね、来た人たちがおーっていうような、はい。だからもう会場に来ないとわからないと。そうですね、いや、今回、ね、かなりシークレット性を高めていて、うん、いつもはね、講師のラインナップ先にバーッと出しちゃうんですけど、はい、それだとね、あーっていう感じになっちゃうので、そうじゃなくて、今回、 もうわからない形で、行くと、すごいというふうに思ってもらえるようにしたいなというふうにあります。まあそれから、いつも賛成党に協力していただいているボードメンバーの方々とかですね、外部講師の方々に、教えて○○先生みたいな形で、学生さんとかに来ていただいて、素朴な、はい、もうあんまりこう、マニュアル感じゃなくて、素朴なことに関して皆さんがこうどう答えてくださるか、みたいな、そういうことを少しやろうかなというふうに思っております。それから、シークレット企画第3弾はですね、 ちょっとアメリカの政治関係者に来日していただいて、ちょっとアメリカの政治の現状をガチで語ってもらおうと、はい、今もう、アメリカもぐちゃぐちゃなことになってますしね、もう訴訟合戦みたいな、うん、もうね、司法が武器化されてるというふうな状況ですから、まあ、そういったことの裏側みたいなものをですね、もう聞く機会かなというふうに思いますんで、その当事者になる方々に来ていただこうとかですね。 あとは、7時間なんで盛りだくさんなんですけど、賛成党はグッズが結構できてるので、はい、それのこうファッションショーみたいなものを、ちょっと党員募って、<laughs> はい。お楽しみでね、はい、はい、やろうかなとか、あとは衆議院の候補者の方々を何人か呼んでですね、東西に分かれて、ちょっとしたこう、ディベートなのか演説大会なのか、そういった衆議院選挙に向けてですからね、そういった候補者のお披露目みたいなこともできればなというふうに思ってますし、まあ、あと最後の方は、 希望の光っていういい歌ができているので。そうですね。チャンネルでも上がって。ますよ、ね、ですね。はい。これあの、山口さんという方が歌っていただいてるんですけど、ライブで。はい。あ、生で聴けるんですね。そう、生で。はい。やっていただこうかなという、そういう感じですね。うん、ので、講師の先生が、もうギリギリまで調整して、本当に来た人にあっと驚きてもらうということを今回考えているので、内容に関しては半分ぐらいしか、多分事前には出せないと思うんですけど、でもだからこそ会場に来ていただいて、数千人の人たちで、 その感動を共有ししてもらいたいいいたなという思いがありますし、うん、当然、楽しみもありますけどもさっき言いましたようにこうアメリカの政治の現状ですとかですねそういった政治のガチの議論とかですねあの本当に他では見れないでもう情報も非公開で全部やりますしマックスコミも入れないので、はい、そういった点では非常にクローズドな面白いイベントになるかなと思います。うん、今お聞きしてて 政治資金パーティーとは思えないような内容だったんですが、はい、ただもう一つすごく重要な視点があるなと思うのは、はい、こういったちょっと高額に入るんですかね、うん、っていうセミナーの一番の良さとは何かというと、同じ参加する人たちと出会えるってことですよね。ねこの意識が同じような人たちにたくさん出会える、はいうん、なかなか参政党の場合、 ちょっと変わった考え方してるなって言われるような地域もあるでしょうし、うんはい、なかなかその受け入れてもらえないなっていう経験をされてる人も多いとは思うんですが、はい、全国からですね仲間たちがいっぱい集まってきて、はい、そういう人たちが実はたくさんいるんだっていう経験するのは大事なことですよね,そうですね運営も都院でやっていますし参加者もやっぱ都員の方多いのでそういった方々と例えば北海道と沖縄の人がですね ビッグサイトで会おうぜ、というふうに申し合わせていただいて、うんはい、はい、来ていただいて、土曜日ですから、終わってからみんなで。 懇親会ととかか打ち上げとかですねそれで土曜日にしたんですね、泊、うんはい、まれるように。日曜日の方が会場あったんですけど、でも土曜日にしようと、全国からみんな来ていただくのちょうどいいなというふうに思ったので、それは本当に集まるいいきっかけにしていただけるんじゃないかなというふうに思います、ねうん、その人のネットワークっていうのはすごく大事ですし、はい、学ぶということも本当に大事なんで,、はい、で、学ぶっていろんなパターンがありますよね、教科書から学ぶ、人から先生から学ぶ。でもやはり同じような意識を持った人た人ちから 各地域の人が来てですね、はい、そういう人たちから学ぶっていうのも大きいでですすよねねそう楽しみなんですけれど、改めまして、ですね、はい、これをご覧になられている皆様に、はい、パーティーのことについて、お話をです、ねはい、していただけないでしょうか。はい、9月9日、10時半、会場、12時スタートで、東京ビッグサイトにて行います、参政党政治資金パーティー第4弾、参政党フェスという題名でお送りさせていただきたいと思います。サブタイトトルはロードトゥー衆院選挙 ということでですね、はい、衆議院選挙に向けて、みんなで道を作っていこうという思いでやりますので、党員の方はもちろんですね、まあ、といったどんなことをやってるんだということ、それからあと、党員の熱をですね、実際現場で感じてみたいというような方にはですね、もう年に一度、もう大きいのは年に一度にしようと、も我々もかなり疲弊してますので、イベント疲れしてます。<laughs> はい、年に一度しかない、はい、ビッグイベントになりますので、ぜひ足を運んでいただいて、一緒にその感動を味わっていただければなというふうに思います。 はい神谷さん今回もありがとうございましたはいありがとうございました自分たちで行う国づくり参政党の神谷総平でした。